タシロダム。タシロダムは、静岡県静岡市青区タシロアザ少女眠ち先、一級水系、大井川本川源流部に建設されたダムである。1906年、明治39年日本とイギリス資本の合弁により設立が計画された、日英水力電機は、その後イギリス資本の撤退により日本単独資本となり、1911年、明治43年に発足した。 日英水力電機は1921年、大正10年に早川電力へ吸収され、この頃より大井川水系と藤川水系を結んだ水力、発電事業を計画した。大井川最上流部の田代地点にダムを建設して、取水、導水した水を藤川水系早川に落とし、発電を行うというものであった。この計画に沿って1924年、 大正13年より建設が開始され、1928年、昭和3年に完成したダムが、田代ダムである。大井川水系において、初の本格的なダムであった。田代ダムは、包み高17.3メートルの重力式、コンクリートダムで、ダム停滞にゲートを設けない、非えつ流型重力式、コンクリートダムである。ダム脇の部分に、洪水脇を設け、 余剰水を放流する。同形式のダムとしては、小河内ダム、玉川や、三浦ダム、大滝川などがある。ダム湖である、田代調整地より取水された水は、南アルプスを貫く導水トンネルを通じて、早川に建設された堀田区ダム、重力式、コンクリートダム17.3メートルに導水され、田代川第一、第二発電所において発電される。認可出力は、 田代川第一発電所が1万7 4 0 0ット、田代川第二発電所が2 2 7 0 0ットであり、初期の大井川水系に建設された水力発電所で出力が大きかった。当初発電事業主体であった早川電力は後に東京電灯に吸収され、さらに1938年、昭和13年の電力管理法による 国家電力等政策によって、日本初送電に強制的に接収、合併され、事実上国家管理となった。だが敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ の過度経済力集中排除法の指定を受けた、日本初送電は1951年、昭和26年に、全国旧電力会社に分割、民営化され、東京電力に管理。 運営が異常され現在に至る。大井川水系の水力発電施設の大半は、中部電力へ異常されたが、田代ダムについてのみ、東京電力の前身である、東京電灯が管理していたことにより、このような結果となった。一課前一社主義の原則で、通常は一水系すべて同一の電力会社が管理する、中での例外である。2006年、平成18年により、 田代ダムは大井川の河川環境維持を図るためにダムからの放流を開始した。だが、ここに行き着くまでの間には様々な右翼曲折があった。田代ダムから取水される水量は完成当時の1924年には毎秒2.92トンであった。だが1955年、昭和30年に東京電力は静岡県に対して 毎秒4.99トンの取水量増量を申請、許認可を受けた。だが、この取水量増量は、下流の自治体には知らされていなかった。そして取水量増加に伴い田代ダムより、下流の大井川は、全くの無水区間となったのである。いわゆる、川枯れである。当時、大井川水系には、田代ダムをはじめ、電力会社管理ダムや、取水園庭が、 数多く建設され、水力発電に利用するため各所から取水していた。このためかつて、箱根八里は、馬でもこすが、こすにこされぬ大井川とまで歌われた、大井川の水量は、急激に減少。1961年、昭和36年の潮港ダム完成によって、ダム下流、ロ2 0トル区間が完全に流水絶した、ことにより、一層深刻な事態となった。 このため川根町、現、島田市、中川根町、本川根町、現、川根本町の住民を中心に、大井川の水回正運動を起こしダムからの放流を要求。静岡県も1975年、昭和50年の大井川発電用水利権更新に、際して、河川二次放流を東京電力、中部電力両社に要請した。だが、取水量を減らすことは、 発電能力減衰につながり、営業収益の減収に至ることを懸念した、両電力会社は、この静岡県の申し出を拒否した。住民は一向に進まない、大井川の環境改善に対して、実力での要求を行うようになり、1987年、昭和62年には、住民決起大会やダム直下流での座り込みなど、G 行動にて、推理権変換を要求した。 これに対し中部電力は、毎秒3トンから5トンの放流を行うことを発表。塩号ダム下流の無水区間は解消したが、田代ダムについては、改善がもたらされなかった。この間1997年、平成9年には、河川法が改正され目的の一つに、河川環境の維持が盛り込まれ、電力会社管理ダムといえども、河川環境維持のための放流が半ば義務化された。 こうした時代の流れには逆らえず、次第に田代ダムからの河川二次放流問題が解決すべき問題としてクローズアップされたのである。2005年、平成17年田代ダムの発電用水利権が更新されるに及び、水利権の変更が流域より求められたことにより、関係する各官庁、自治体、企業によって2月6日に、 大井川水理流量調整委員会が設立された。組織構成は、大井川水系を管理する、国土交通省中部地方整備局と、静岡県土木部流域自治体である、静岡市、島田市、川根町、川根本町の4市町、ダムを管理する東京電力と大井川と密接に、関連する中部電力、さらに、藤川水系を管理する、 国土交通省関東地方整備局と山梨県土木局である。こうして委員会を土台にした水利券返還交渉が行われた。東京電力も水利券の一部返還に前向きな姿勢を示したが、肝心の放流量について流域自治体との折り合いがつかなかった。特に農飯器や漁業への影響を最小限にするための下記流量について話がまとまらなかった。 このため流域では要求通りの水量放流を獲得するために流域住民の決起大会や署名活動を行った。特に署名活動では2万人以上の署名が集まり世論をバックに強行に水量変換を要求。これを見た静岡県も知事自らが直接東京電力本社を訪れ社長に直談判して住民の要求に近い水量放流での安しを迫った。 東京電力は結局要望に近い形での放流量を提示、流域自治体もこれを容認したことから11月29日に水利権交渉は妥結した。これに基づき期間に応じた河川維持放流を2006年より実施することとった。内容としては、であり、春から次第に水量を増やし、冬季に最小限の水量を放流することとなった。現在、田代ダムにおいては、 試験的な放流を実施して下流への影響や発電能力への影響を調査している。また、大井川本川にある国土交通省直轄ダム、長島ダムと中部電力が管理する5ダム、畑、定第1ダム、畑、定第2ダム、井川ダム、奥泉ダム、大井川ダムの連携放流を現在検討中であり、今後どのように連携して、 毎秒0.43トンから1.49トンの放水量を上乗せしていくかが課題となっている。田代ダムへは直接のアクセスはできない。伊川竹丁第一ダムまでのアクセスと、そこから田代ダムまでのアクセスに分けて説明する。国道362号を川根本町先頭より、静岡県道77号川根須また京線、静岡県道388号。 接戸橋線経由で、接戸橋沿いに、伊川方面に北上するか、もしくは、青池区ルイ戸より直接入るかのいずれかで、静岡県道65南、ルクス公園線に入り、畑、定第一ダム方面へ行く。公共交通機関では、静岡鉄道、新静岡駅もしくは JR 東海、静岡駅より静、鉄ジャストラインバスの畑、定第一ダム行に乗車。 終点で下車する。所要時間は、約2時間半である。畑、定外一ダムより、北は、車両進入禁止であり、田代ダムまでは、基本的には徒歩、もしくは二軒小屋などで山小屋などを経営する特殊、東海フォレストの送迎バスで行くことになる。静岡県、静岡市北端一帯は、特殊東海製紙の私有地、車有林である。畑、定外一ダムより、 タシロダムまでは約 27km の距離である。途中には赤石ダムがある。タシロダムまでのルートは南アルプス島町のメインルートの一つであり、多くの登山客が訪れる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。